ミンツクッピッミンツクッピッミンツクッピッブーミンツクッピッミンツクッピッ破産した生徒金の切れ目が縁の切れ目警察動いてないからコロナ隠して台湾に旅行しよう冷たい雨の駒沢公園みんなで酒盛り山田さんは撮影しないでください。ワンツースリーミンツクッピッミンツクッピッミンツクッピッブーミンツクッピッミンツクッピッ破産した生徒やるしよバイバイ。大津さん側かですね破産申し立てについて即時抗告というものをまあ申し立てておったんですけども裁判所に対してね、棄却されたということが分かりました。広告って何やねんと、まあ、いう話なんですけども、まあ、一般的なね、裁判で判決が出ますよね。例えば、何々さんはこうしなさいっていうふうに判決が出たことに対して控訴しますと。納得がいかないので、もう一回考え直してください。何々高裁に控訴します。即時控訴します。即日控訴します。とか言いますよね。裁判の判決が出たものに対して納得がいかないからやり直してくれというのが控訴なんですね。今回のように裁判の判決というものではなくて申し立てに対して、それがね、執行されるにあたってちょっと待ってくれと破産ちゃいますやん。考え直してくださいよというのが抗告なんですね。その抗告というものが棄却されたと知らんと裁判所から知らんと大津知らんと言われたということなんですね。ということは破産手続きが継続していくとそういうことなんですけども大津さんどんな気持ち？一生懸命即日抗告します言っててどんな気持ち？棄却捨て去られて、どんな気持ち？あれか、声明文出さないんすか？いつもなんか勝ち誇ったかのように、正義は勝つとか、すぐなんか長文で、みんなで作ると、代表大津愛かみたいな、なんか、長文の文章を出すけど、もう分かってましたよね。大津さん側の方には、村岡弁護士に郵送で届く前に、棄却になったっていうことを分かって、知ってたはずですよね。先に知ってましたよね。村岡弁護士とか立花さんより先に2日ぐらい前に知ってたはずですけど、この2日間、何してたんすか？声明文出さないんすか？いつものテンションで。都合の悪いことは、そういうの出さないスタイルなんすか？残念ながら、我々が行っていた広告は棄却となってしまいました。なので、次はこういう風にやっていきますとか、ないんすか？普通、そういうのあるかなと思うんですけど、何の発表もないというか、何事もなかったかのようにおるけど、恥ずかしいんすかね？棄却されたっていうのがちょっとなんかプライドが許さないというか、恥ずかしいなっていう、かっこ悪いって、私ちょっとかっこ悪いなるから、ちょっと今回は黙っとく、みたいな、そういうのをなんか通る中で、ですよね、彩香さん。やめときましょうと。もう、替え歌とか作られてるし、なんか、ピップーとか歌われますよ。ちょっと今のところは静かにしときましょうみたいな。破産した生徒とかね、歌にされてるんで、ちょっと今のところは、静かにしときましょう、彩香さんとか、っていうのが、なんかアドバイスとかもらってるんですかね。けど、声明文はやっぱり出した方がいいんじゃないのかなっていうか、棄却ピーっていう歌出してもらった方がいいんじゃないですか？ダメなんかな？広告棄却みたいな。作ってくれますよ、ツイッターの替え歌うまいおっちゃんが。僕ものすごくファンなんで、
さかのぼってね、僕のツイッターとか見てもらったら分かると思うんですけど、ちょっとでも有名になってほしい、あの人がね。非公式ではありますけど、まあ、民筑党のテーマソングっていうのを作られてる人で、ものすごくね、共感が得られるというか、事実に基づいてね、エビデンスに基づいてなんか歌詞も作られてて、今回のもう広告企画なんてもう、すぐ作ってくれますよ。歌、あなたの心情、大津彩香さん、どんな気持ちいいっていうね。大津さんの今の心情をもう声明文出さなくても、その歌がもう答えてくれるというか、将来ちょっと紅白歌合戦に出てもらえないですかね。え、けど、やっぱり都合が悪いことは、彩香さんは自身から発信しないと。いずれバレるのに、数日後、タイムラグはあるけども、まあ、村岡弁護士とか、立花さんの方に、書面で通知が行って、いずれ公表されてしまうことなのに、先に発表はしないんですね。都合の悪いことは。これ、広告が、棄却じゃなくて認められてたら、大津さん、ピャッハーって言いながら声明文出してたでしょ。でも棄却ってなったからショックで、なんで棄却なの、はぁって言って、わけわかんないって言いながら、多分声明文出さなかったんだろうけど、世の中は甘くないよって言った通りだったでしょ、彩香さん。自分の思い通りになんか行くことはね、数少ないんです。あなたは中心にね、世の中が回っているわけでもないし、そのあたり、ちょっとは、勉強できたかな？彩香たん、どんな気持ち？広告企画、どんな気持ち？というね、まあ動画なんですけども、今後ね、彩香たんが、私利私欲のためにもし、政党助成金を使っていたり、マッサージ師の服実は、税金から買ってましたとか、いうことが、明るみになってきたら、大変ですよ。イメージ的にも良くないし、金銭的にも相当きついものが降りかかってくると、まあそれはね、従前から村岡弁護士や立花さんや僕も動画を通してね、やばいぞと、お前今調子に乗ってお金使っとったらやばいぞ、言い続けてきたと思います。でも、彩香さん、あなたは聞かなかった。だから、広告企画というところまで行き着いてしまった。翼の塔を見てください、大津さん。逮捕されることなんて怖くないと、声高らかに言って活動していて、主要なメンバー3名が逮捕された途端、今の翼の党どうですか？逮捕されるなんて怖くないぞと言ってた人たちが、活動してますか？活動せずに、ヘラ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 、ボスが逮捕されてるのに、YouTube ライブでチャット欄と戯れてみたり、いきなり急に安全圏から、警視庁はバカだって、YouTube ライブを通して言ってみたり、え、活動家なんだったら、凱旋しないんすか？黒川、不当逮捕だ、釈放しろね。やらないんかな。俺はもうそういうのをやってくれる団体かなと思ってたけど、もう今ビビってるよね。今引いてるよね。それと一緒で、大津さん、あなたの周りにいる人も今だけですよ。何人の人が離れていきましたか？今だけですよ。広告が企画になって、現実を突きつけられて、日々お金に追い詰められる生活がこれから待ってますけども、あなたの隣にいる、横にいる、後ろにいる、あなたが仲間だと思っている、そこの人、急に手のひらを返して、いなくなったり、敵になったり、連絡がつかなくなったり、ちょっとこんなにお金払わなきゃいけないから皆さん負担できますかって言った時に、誰も手を挙げてくれなかったり、っていう人生があなたには待っておりますよ。その反面、どうですか？都知事選に向けて立花さん。楽しそうにやってますよね。お金も集まってますよね。人も集まってますよね。それが人望の違いというものです。彩香さん、わかりましたか？お勉強になりましたね、今日も。じゃあ今日の授業終わります。どんな気持ち？ NHK をぶっ壊。